グレート・スコットランド・ヤードは、ロンドン・ウェストミンスターのセント・ジェームズ地区にある、街路である。ノーサン・バーランド・アベニューとホワイトホールに接続する。ロンドン警視庁の初代本部庁舎の裏口前を走る通りとして最もよく知られ、同庁本部の別称である、スコットランド・ヤードの由来となった。グレート・スコットランド・ヤードの街路表示当該路名の語源は、 定かではないが、1964年にニューヨークタイムズ紙に掲載された記事によれば、スコットランド王国の外交官らと、スコットランド国王がイングランド王国を訪問した際に泊まった宿舎に由来していると説明されている。正式なものではなかったが、事実上のスコットランド大使館であった。17世紀には政府庁舎と公務員官舎があった。 イングランド共和国時代のオリバー・クロムウェルの統治下では建築家のイニゴ・ジョーンズとクリストファー・レン、詩人のジョン・ミルトンが統治に居住した。18世紀後半には統治区は卓越と維新との関わりがあった。例えば1690年代にはジョナサン・スウィーフトが風刺小説おけ物語の中でウィルズ・コーヒーハウス、グレシャム・カレッジ、ワーウィック・レーン、 ムーアフィールズ、スコットランドヤード、ウェストミンスターホール、ギルドホールの我が立派な同胞と友人たちよ、手短に言えば、法廷、教会、野営、市、国のすべての居住者及び召使いその他誰であろうとも、と著述し、評価を得た。ロンドン警視庁によると、ホワイトホールプレイス4番地にある、初代警視総監のオフィスには、グレート、スコットランドヤード通りに面する裏口があり、 1862年のウェストミンスターの地図にはその所在地が記載されている。時が経ち、スコットランドヤードは一般的にロンドン警視庁本部を指す勧誘として使用されるようになった。グレート、スコットランドヤード通りとホワイトホール通りの交差点の角にあるパブ、ザ・クラレンス・リチャード・ホーウッド作の1799年のロンドンの地図には、 ホワイトホール通りの東側、海軍本部の反対側にグレート・スコットランドヤードが乗っている。その下手にはクルートサックになっている通り、現在のホワイトホールプレイス付近にあたるミドル・スコットランドヤードとミドル・スコットランドヤードから入ったところにあるローア・スコットランドヤードの2本が走っている。ローア・スコットランドヤードは1906年に 戦争象庁舎が建てられたあたりにあったが、1862年の地図によれば、元はクルドサックだったホワイトホールプレイスが当初のミドルスコットランドヤードに変わった時にミドルスコットランドヤードに改称された。クラレンス港にちなんだパブザ・クラレンスは1896年に遡る。このパブはグレート・スコットランドヤードの反対側の角まで屋根付き通路で結ばれていた。 この屋根付き通路は1908年のグレート、スコットランドヤードの再開発で撤去され、パブの建物もその橋が若干異なる、色のレンガで集築された。クラレンスパブの内部1953年以来、イギリスの現役及び現役を退いた、公務員で作る社交クラブである、公務員クラブは、オールドファイアハウスに拠点を置いている。 キーラ・ナイトレイとジェームズ・マカボイが主演した2007年の映画償いの第二次世界大戦のシーン、2010年の映画ハリー・ポッターと死の秘宝パート1がグレート・スコットランドヤード通りをロケ地として制作された。また、ジェームズ・ボンドの映画007スカイホールのカーチェイスシーンの一部でもグレート・スコットランドヤード通りが使用された。ありがとうございます。